はい、こんにちは、忠助です。今回は新浮子。いや、暑い暑いですね。暑い。はい、で今回は助っ人外国人の倉持さんにお越しいただきました。どうも、倉持です。こんにちは。よろしくね。ほんと助っ人外国人感出てますよね。いや、今日朝までね、雨降ってたんで、はい、本当に地合い渋いっすよね。うん、そうですね。僕も朝、はい、メーターの両団子からスタートしたんですけど、はい、朝のうちは結構、まあ、ボソじゃないですけど、はい、そんなに寝らない差で、うん、はしゃぐ感じで、まあ、このまま一日通せるのかなと思ったんですけど、やっぱり地合いが落ちるというか、上にはやっぱはしゃぐ魚いるんですけど、棚にいない、うん、棚に入っちゃうと静かになっちゃうので、はい、まあ、今午後からお昼挟んで、僕は違う釣り方で今やってて、ギブアップしちゃった。そうですね。団子、はい、ちょっと僕には団子難しいです。俺は逆に朝雨降ってたんで、はい、当たらないだろうなって朝力玉のセットから入ったんですよ。はい、で当たんなくて、どうにも当たんなくて。だって会長朝違う桟橋でやってます。そうそうそう。ちなみに移動してますから。移動、そう。もう全然当たんなくて、当たっても今すごい空振りで。なんか人災とかそういう感じではないですね。じゃないじゃない。魚の機嫌が悪いのか。で後ろ振り向いたらここが空いてたから、はい、移動してきましたよ。でもなんだかんだ言って移動成功かな。こっちに来てからはどんな感じですか。30個ちょっと釣ってるから。すごいですね。うん、なんとかなんとか霊界としては成立したかなって感じですよ。もう結構あちこちメンバーの人でも結構釣ってる人いらっしゃるみたいで、ね、うん、やっぱり自分の釣り貫き通してる人が釣ってるよね。なんだかんだ言ってね、あれやったりこれやったりって人はやっぱダメですよね。僕も結構その口なんで、変える時だと釣り方4回ぐらい変えて、結局一番最初にやってたのが良かったっていうパターンが多いんで。そう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 、結構霊界はあるよね。悩みますね。いや、なかなか当たりもらうのが大変だもん、はい、今日。ほんで、今日は俺がやってるのは今新浮子の五号桟橋で9尺のメーターで、まあ、いつも通り竿は松園忠助の9尺ミッチーとがオーナー材と白の道との1号で、ハリスがさばきナイロンの 0.5 号で、上が35センチの下が45センチです。で、針がバラッサの6号。朝ね、5号つけたりとか7号つけたりとかいろいろ試したんだけど、はい、あ、5号だ今。そう、5号つけたり6号つけたり7号つけたりしたんだけど、はい、この5号がやっぱなんだかんだ言って一番当たりがもらえてる感じっすね、はい、で浮きがちょっと PC ムックのついたプロトタイプを、はい、今は使ってます、はい、で差がね、革新が400で、後転が200、カルネバが100で、水が250っすね。この間ね、そのブレンドの特集っていうわけじゃないですけど、はい、ボーバーの6月号、6月号って言わないのか、6月に発売される号の、関東特集の方で、はい、紙面と DVD の、ね、連動企画で、そっちの方は本当詳しく、餌の方だけを詳しくやってますんで、よかったらご覧になってください。皆さんよろしくお願いします、はい、DVD ですから立ち読みできないですからね。そうですね、買っていただいて。そうです、ぜひともそちらは、ね、また別に餌の方だけ詳しくやってますんで、はい、お願いいたします。さっきね、ちょっといい試合の時間来たんですよ、パタパタって。ほんでカメラ回し出したんですけど、全然動かねえよ。これ魚も分かってますね。分かってますよね。簡単には釣らせねえぞってなって。ほんとこう、雨上がりの管理釣り場は最近ちょっと厳しいよね。まあ、ちょっとこんな時に今説明した餌に一つまみって一つかみぐらいかな、ちょっと革新を振りかけて生を今置いたします。ちょっとなんかエアー入っててぐらいとか突っかかるかな。全然突っかかんないでね、ツーツー馴染んじゃってたから、ちょっと突っかかってほしいように。今日の感じだと、うん、その元餌に
つもだったら手水を加えてさらに圧迫してくるんじゃないですか、するじゃないですか、はい、今日はそんな感じではない。そうですね、なんか柔らかい方一辺倒に行っても決して当たりをもらえるっていう感じじゃないんで、僕も結構柔らかい餌っていうわけじゃないんですけど、うん、自分で作った元餌に結構もう手水与えて、はい、結構練って練ってってやったんですけど、はい、その練った餌だと意外と通過してぶら下がったらやらないっていうのが多くて、うん、なんかこうやったり、まあ、ちょっと今スレっぽいねでも動き出したよね、そういう当たりが全く出ないんですよね、うん、練っちゃうとなんかこう塊を逃げられてる感じですよね。あ、そうですね、うん、なのでちょっとエアーっていうわけじゃないけど、こう生麩を足して、まあ、ラフにつけてあげることで、まあ、突っかかってくれればいいかなっていう感じではいるんですけどね。かといってこれね、今日パイプトップでやっても完全に本当に同じで逃げられてるだけみたいな感じなんで、いろいろ今日、まあ、DD だったりいろんなパイプ2種類のパイプトップの浮き使って、その後グラスムクの浮き使ってほんで今これにたどり着いたんですけど、本当になんかこう餌抱えちゃうともう全然当たんないし、非常に難しい。今のはもう馴染み切るまでが勝負ですか。 そうですね、ほぼほぼもう、うん、もう餌がぶら下がっちゃうまでのあたりしか出ないですよね、当たりが。おっと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 、あれシュレンダーちゃったよ。今生蓋した感じはこんな感じ、はい、そんなにでもないでしょ。この間みたいな生あれだけ出してきて今ちょうどこれみたいな、それをまあ、まあ、今つまんだだけですよね、はい、つまんだだけを地元だけちょちょっとこう、はい、ラフ付けこうパパってこうラフにつけてあげるだけっていう、はい、感じです。やっぱりこう生麩絡んでたりすると多少はね動きが違いますね、うん、やっぱりエアー噛むのもあるし、はい、魚の反応はそっちの方がやっぱりしやすいんだけど、でもその餌玉をガツンとこう食いくるかっていうとまた違う話だよね、はい、だからこうやっぱり多少餌動かしてないと、はい、本当に反応がないから、そんな時は無理やり団子やる日じゃないんだろうけど、でもね俺のセットってどうにも当たんないから、あ、シャイ当たりした。意外と粒入れない場だけでセットやってる人近くにもいるんですけど、はい、メーターで、メーターでも、はい、ちょうちんでも、はい、短い竿で、はい、結構いい感じで釣れてますね。朝当たんなかったでしょ多分でも。朝は、まあ、意外とオーソドックスな粒線だったりっていうペレット系入れてやるとやっぱはしゃぐんですけど、うん、まあ、食わせにいかないというか、いかない感じですね、上で触ってるだけで釣れが多いとか空粒が多いとかで釣れないみたいで、水の中はだいぶ夏っぽくはなってきてるんだよね。一番難しい時期なような気もします僕はあんま得意じゃないです。まあこの僕は冬の方が好きです素直、まだ素直、はい、セットの違いも寒いけど冬の釣りの方が好きです、うん、どっちかっていうと確かにそうだね、仕留めた感あるもんね。そっちはなんかもう本当に何やっていいんだかあるもんお手上げみたいな試合になるもんね、今の時期だと。なんでその辺りで飲んねえのっていうのが、うん、悩みのあれなんで、ああ、いやったり、ね、今の理想ですか。そうそうそう、あんな感じでこう当たらしたいから、はい、まあ、生麩足したんだけど、で今度はこれ一辺倒だとダメなんですよね。やっぱりこうなんだろう、上釣りじゃないけど上調子になっちゃうんですよね。ドリンクですよ。お、気をつけて。
でかい賞いくつだと思います？1320。わお、1330。もし当たってたらなんか、はい、ステッカープレゼントしますよ。チャンネル登録、はい、チャンネル登録 してないんですけど、してるじゃないですか。仕方が分かんないんで。あと5人あの友達にチャンネル登録してもらうと、また違うステッカーにあのワンランクアップしますから。頑張ります。広めておいてください、チャンネル登録してくださいって。朝も会長とお話したんですけど、はい、意外と前回ちょい役で出させてもらった時なんかも意外となんか僕何もやってないのに評判良くて、フランスさん 見ましたよ。結構あの SNS の DM とかでも忠助さんの動画出てらっしゃいましたよねみたいな。僕何もやってないんですよ。でフォロワーが増えたり、逆に感謝してます。出てましたね。じゃあこれ丸々1本出てるから、ね、さらにあれじゃないですか。全く知らない人なんですけど写真だけでバレちゃうっていう。怖いですよ。悪いことできないです。SNS は何やってるんですか？あ、Instagram。Instagram だけですか？はい。じゃあぜひフォローのほどお願いします。お願いします。助っ人外国人倉持でいいんですか？アカウント。アカウントはまた違います。これやっぱ1個釣ると、ね、ああ釣っちゃった。魚っ気はあるんですけど、ね、そうですね、まあ、魚っ気もこれちょっと軟膜効果的なものがあると思うんですよね、はい、ほんで空振ってでもくれればね、もう一回ちょっとタッチ戻すたりとかも考えれるんだけど、はい、まずは当たりもらわないとね。ちなみに、はい、今日は餌っていうのは、はい、お団子をやってる時はずっと同じブレンドで、今日は朝はね、革新400、好天200、はい、BB200 で水250とかでやってたんだけど、はい、なかなかやっぱね落とさないんですよね。そんで、まあ、もっと柔らかくしたかったんで、はい、BB の部分をカルネバ100に変えて、はい、で柔らかい餌を売ってたんですけど、今度柔らかくしても最初は当たるんだけど、その後なかなか続かないんですよ。だから結局、まあ、今やったように革新を生で足して、で硬くっていうか生風を、まあ、で煽ってもらいながら釣っていって、それだと今度そのうち空振ってきたりだとかするんで、また手水打ってまたベタベタにしてっていう、それ繰り返しっすね。まあ、BB よりカルネバの方がもうね気持ち柔らかくできるんで、はい、そこでカルネバを今日は使ってるって感じですね。ねえ、素通りですよ。ちょっと全然ないですね、動かない。あとはこういう状況で、はい、ノピシのトップの木を使うメリットっていうのは、はい、どういう点で。やっぱりね、基本的には、はい、まあ、ボディ形状とか、はい、重りの背負い方とか、あの受けの出る出やすいボディ形状とかっていうのがあるんですよ、はい、で、まあ、今日はその受けの出やすいボディに、はい、まあ、ピッシムクを、まあ、つけることで、はい、受けが出てからの、当たりが出やすい、はい、で受けが出るってことは何らかの餌がこう水中の中で、はい、ホバリングじゃないですけど、はい、こうしてるわけですよね、はい、そういう状況が出ることで、まあ、当たりが出やすくなってるっていうこともあるん で、うん、であと PC 向こうを使うことで、まあ、馴染ませることも簡単だし、馴染ませないことも簡単なんで、はい、これパイプトップだともっと強くつけちゃう、そうですね、とあったりしちゃう可能性があるわけですよね、はい、だからその繊細な部分を逆にこう利用して使えるっていうことがあるんで、行き着いたことがパイプトップでした。本当はパイプじゃ、パイプからグラスから PC から全部やってみて行き着いたのが今日はあの PC でした。何回どう思うんだって。僕なんか意外と、はい、その両団子って本当の最盛期、はい、9月とかにできるにやる、はい、程度なんですよ。お、月好んで、はい、まあ、やるのはやるんですけど。はい、そう、突き詰めて両団子をやりたいとか、はい、こうやればこう釣れるっていうのを、うん、あんまり深く考えたことがないんですよ、はい、例えばもうパイプトップで
もう餌を入れちゃってぶら下げればドンって当たるだろうとか、うん、湧いちゃった時でもその PC を使ってなじませたりなじませないようにしたりっていう考えが、まあ、いくらかはあるんですけど、どうすればそうなるかっていうのが、うん、まあ、分かってない、分かってないのかな実際。今なんかその PC だったらもう入れる入れる入れるっていうそういうイメージなんですよ、はい、うん、どうしても。逆に入りやすいから、はい、入りにくい餌をこう持たすことができるんですよ、はい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 、だから今日なんかはこう餌をどうしても団子タッチの中でも、はい、まあ、ヤワネバの餌からこういう、はい、今ちょっと固めの、はい、エアの噛んだような餌までいろいろやらないと釣れないから、はい、PC がいいんですよ。そう持たない餌も持たせられるし、はい、逆に、まあ、簡単になじませられるから、はい、まあ、なじませられるから持たせられるっていうのもあるし、はい、でその逆も今度しやすいしっていう。僕なんかが団子やってて、はい、やっぱり仲間にちょっと餌触らせてって言われて僕の団子餌を渡すと、はい、自分の中ではすごい柔らかい手なんですよ、はいはい、他の人も団子好きな人が触るとこんな硬い餌でよく釣れんねって言われるんです。いやでもね、硬いから釣れないってことはないですよね、はい、餌は。ただその魚の前に餌が落ちてきた時にどうなってるかを、まあ、うん、イメージできるかどうかだと思うんですよ、はいはいはい、ただそこに硬くても、まあ、それなりに例えば上から削られてとか、はい、まあ、受けなんかにしてもそうだ、触りなんかにもそうだけど、そういうのをまあうまく出していって、はい、魚が食べたいなって思った時にこういい食べ頃になってれば硬い餌でもいいんですよ、はい、俺なんかは逆にその棚に入って魚がいかに吸い込みやすいかとか、はい、それを考えてってで合わせていったら最近こういうタッチになったっていうだけで、だから当たりがもらえる、まずは団子って一番当たりがもらえるか、はい、まあ、団子だけじゃないですけどね、はい、セット釣りなんかもそうだけど、まずはどういうタッチの餌が一番当たりがもらえるか、でそこから、まあ、持ってなきゃ意味がないんで、どんなにやっこい餌がいいって言ったって、はい、持たせてなくちゃいけないし、はい、でその持たせ加減、今度はやっぱり柔らかければ持ちにくくなっちゃうし、硬、はい、ければ持ちすぎちゃうし、はい、その辺がだから結局は魚の前に来た時の食べ頃がイメージできるかどうかっていうところにもつながってくるんですよね、はい、当然この餌の、まあ、タッチとか大きさっていうのも変える、はい、もちろんそうですね。でこれ今釣っちゃって、はい、今シーンと馴染んじゃったじゃないですか、はい、なんでここは手水入れ時ですよね。こんな感じです、入れ方で軽く確信一つまみ、またこうか、やっぱり確信って餌もちょっと粘る系の餌なんで、時間が経つと、まあ、エアも噛まなくなってくるし、粘りだけがねやっぱ手についてきちゃうんで、そこをまあ戻してあげるためにも、まあ、確信を今入れたけど、はい、今度逆に粘るのが嫌がられてるような感じの時は好転だったり、はい、うん、スゴフだったりとか、ね、そういうのをまあ入れてあげて、もう一度起こし直しってこともしますね。でも団子の釣り面白いですよね。半袖着てる時は団子やりたくないですか。そうでもない、うん、そうでもないですあの食わせがついてないと不安になるんで、あそれは多分まだ団子で大爆笑っていう経験がそんなにないからです、ね、団子のね爆笑を味わってしまうと取りつかれますよ、はい、例えばここだったら、はい、まあ、100キロぐらい釣れる試合の時もあるじゃないですか、はい、まあ、流言とか筑波湖とかもそういうのあるし、はい、倉本さん船は一応乗れるようにはなりました、はい、なんか聞いた話だとマゼ湖で遭難したことがあるとかそれはあの去年ですね、はい、去年の今頃あの船着き場に戻れなかったっていう、はい、あの第一の石垣から、はい、石垣一力の船着き場まで戻れなくて、はい、座礁しましたでも
あ、仲間に助けてもらって、はい、それからいくらか練習して、はい、サンナ行ったり、はい、マゼ何回も行ったりして、今はようやく立ちこぎして、はい、来月サンナですよ。あ、もちろん、もちろんボート乗ります。ボートですか。はい雨降った時結構ね、あのやばいですから、天気予報雨だったら、はい、ペコペコポンプ持ってきてくださいね。あ、水抜かないと、はい、排水しないとやばいんで。そして人より重いんで沈没する可能性があります。でもああいうとこのまた両団子っていうのは、はい、またね管理釣り場と違うんで。あ、そうですね。管理釣り場はあの団子でもちょっとバカし合いじゃないけど、はい、こうもういなしたり、はい、こう真っ向勝負行くんだけどちょっとこっちからも角度変えたりとかってしてあげなくちゃいけないけど、純三条湖のね両団子はまあ結構ストレートに素直ですよね、うん、攻められるんでそういう爆鳥をやっぱいっぱい味わうと、はい、半袖着てるときはあ両団子やりてえなってなりますよあ上で捕まったけど行かないって。おー、あれちきしょー、鱗がついてきた。本当暑いっすよね。めっちゃ暑いな、ね、朝のあの天気からのこれですからね、この暑さですから、ね。人間がこんな暑いだのなんだのぶたれてんですもん。ヘラだって疲れますよねこんだけ気温だね、はい、気候が変わっちゃうと、まあ、しゃーやったりどうすか。今のができれば団子楽しいんでしょうね。そうなんですよこれを倉本さんに、ね、やっていただきたく、はい、今日は特別ゲストで助っ人外国人としてちょっと助けに来てもらったんですよ逆に助けていただいてよし、これちょっとちっちゃかったけどね。何グラムでしょう。1160800です、はい、よし、はい、そんなことで、今日は椎の木湖の両団子、なかなか、ね、釣れない釣れないとか言いつつ、そうですね、まあそこそこ釣れた感じがね、はい、すると思いますけど、まあなんせ暑い今日は暑いに暑いで、まあ、終わっちゃっちゃあれですけど、まあそんなことでも両暗号がねいかに楽しいかってことを、まあ、お送りできたかなと思います。はい、じゃあまた倉本さん一緒に今度並んで両暗号やりましょうよ。あ、ぜひぜひお願いします、ね、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。